これより講演位置に入ります。天宮かりんさんのプロフィールを紹介いたします。1975年北海道に生まれ、愛国パンクバンドボーカルを経て、2000年自伝的エッセイ生き地獄天国を出版、デビューされました。以来若者の生きづらさについての著作を発表され、2006年からは新自由主義のもと不安定さを強いられる人々、プレカリアート問題に取り組み、取材、執筆、運動を展開され、メディアなどでも積極的に発言されておられます。本日は大須賀守さんとの対談形式でお話をしていただきます。それでは天宮さん、よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。大須賀です。天宮さん、いつもですね、講演の時も一人で壇上からお話になるというよりは、どなたかとの対談か、あるいはインタビューという形にしていただきたいという話がありましたので、私の方から質問をさせていただくという形でさせていただきます。はい、天宮かりんさん、入った時に誰かの法事なのかと思いましたね。こういう感じと思わなかったので、こんな畳でダブトンのところで喋るの初めてなんで、すごいいい感じですね。あ、そうですか。はい、まったりしますよね。あ、そうですか。お経もなんかすごい気持ちよくて、なんかいいですね。あ、そうですか。うん、すごい気持ちいい。今日は本当にお忙しい中、東京から来ていただきました。はい、それで天宮さんと言いますと、僕はまず、天宮さんの著作に触れさせていただいたのは、この、生きさせろ難民化する若者たちという本からだったんですね。で、これは皆さんお読みになった方もたくさんあるかと思いますけれども、今、現在の日本の社会の、貧困格差と言われている、問題を取り上げて書かれた、もうこの問題について知ろうと思えば、この本をまず読みなさいとお示しするような、もう本当古典と言っていいような本だと思うんですが、僕本当にこの本を読ませていただいた時、多分2007年ぐらいだったと思うんですけれども、全くその問題に気がついていなくて、例えば僕は子供はいないんですが、6人甥っ子姪っ子がいるんですが、一時期その6人がみんな学校出たのに、みんなアフリカだったっていう時期があったんですね。でけれども、まだそれがそのことが何を意味しているのかってことを気がつかなかった。で、この本を読んだで初めてですね、今どんな大変なことが起きているのかということに気がつきました。いわゆる格差の問題ですね。でその問題については、2008年のリーマンショックがあって、それから、08年から06年の間に、年越し派遣村となりましたね。でたくさんの、失業した方が、家を失った方が日比谷公園にたくさん集まったということがあって、それでようやくどういう問題が起きているのかということを気がついた人が多かったと思います。でその後、総選挙があって、民主党の政権交代というのがあって、でおそらくその、貧困の問題というのも、政権交代の一つの原動力だったんだろうと思うんですけれども、結局3年3ヶ月の間の、民主党政権の間に、その問題というのはあまり解決されずに、来て、で、昨年の、総選挙でまた自己責任に戻ってしまってですね、ますます、ね、状態が悪くなるんじゃないかというふうに心配されるところなんです。でまず天宮さんにですね、今現在のですね、貧困と格差の状況というのを教えていただきたいと思います。いや、プレカリアートっていう言葉を知って、格差とか、貧困の問題に興味を持ったんですけど、不安定なプロレタリアートっていう意味の造語なんですね。それで新自由主義のもと不安定さを強いられる人たちという意味で、フリーターとか派遣労働者とか、非正規雇用者全般でもあるし、正社員でも今時給で割ると本当に、最
配備賃金以下みたいな、なんちゃって正社員みたいな人もたくさんいるし、ブラック企業でとっても大変な中働いている人たちもいるので、まあ、そういう人たちを含めてプレカリアート、まあ、あと失業している人だとか引きこもりニートの人もプレカリアートというふうに、まあ、呼ぼうというか、そういう動きがイタリアで生まれたんですね。イタリアの落書きからプレカリアートという言葉が登場して、なので、でイタリアでは戦ユーロ世代というふうに呼ばれて、日本だとロストジェネレーションとかって、まあ、就職氷河期世代の人が呼ばれてますけれども、イタリアだと戦ユーロ世代、それは平均月収なんですね。一正規労働者のイタリアでも、いい学校を出て、すごくいい大学を出たのに派遣しか仕事がなくて、でそういう人たちが、まあ、20代30代増えていて、そういう人たちの平均月収が1000ユーロ、また800ユーロぐらいまで今下がっているというんですけれども、あと韓国でも、20代は88万ウォン世代と呼ばれていて、まあ、これ月収7万円ぐらいだと思うんですけれども、とにかくあらゆる国で、まあ、グローバリゼーションだとかそういうものが、世界を席巻していく中で、特に先進国の若年層の仕事がなくなっていて、で、まあ、日本だと非正規雇用率は今4割弱ですけれども、韓国だともう6割超えていて、20代だともう9割以上と言われているんですね。でそういう中でなかなか希望が持てなかったり、安定して職に就けない、でそのことがまた結婚できないだとか、家庭持てない、子育てできないっていう問題につながっていくっていうことで、まあ、2006年ぐらいからこの問題に興味を持ち始めて、まあ、7年経つんですけれども、まあ、状況は全然良くなってないですね。ある意味、2007、8年にワーキングプアって言葉が出てきたり、あとネットカフェ難民っていう言葉が出てきたり、で何か、日本社会の底が抜けるような、まあ、新しい形の貧困が、どこに若年層を襲ってるんじゃないかっていうような、そんな認識がうっすらと広まってきた頃に、先ほどお話にもありましたけれども、2008年にリーマンショックが起きて、あ、その直前に秋葉原事件、あの加藤智大という、まあ、27歳でさっきの派遣労働者の人が、無差別殺人事件を起こして、まあ、それでも、ずっと派遣労働の問題というのは注目されたわけですけれども、その年に、リーマンショックが来て、で派遣切りの嵐が吹き荒れ、で何十万人という人が職を失って、まあ、2008年から9年の、年明けにかけて、日比谷公園で500人が、もう職がない、職っていうか仕事が切られて、まあ、寮を追い出されたりアパートを追い出されたりとかして、で所持金もない、で住む場所もお金もないし、今日の寝床もないし仕事もないという人たちが、本当に500人集まって、まあ、テント、まあ、ものすごい寒い1月、ね、12月31日とか1月1日の東京の真冬の路上で寝るわけですから、まあ、テントだけ でそういう中で500人がなんとか命をつないだというのが年越し派遣村だったんですけれども、まあ、それでそういうこともあって、自己責任と言ったり、とってもその派遣の問題も規制緩和をして、とってもある意味ワーキングフォア増やすということをしていた自民党政権に対するノーの意もあって、まあ、民主党政権になったのかなと思うんですけれども、まあ、結局どんどん労働問題というか雇用問題というか、ワーキングプア問題というものが、政権交代直後はすごく優先順位が高いように見えたんですけど、どんどん優先順位が下がっていったような気がするのと、あとなんか根拠のない一服感みたいなものが芽生えてしまって、まあ、政権交代したからもう大丈夫だろうみたいな、なんかそういうような思いがメディアにもそうだし、一般の人たちにもそうだし、ある意味活動していた人たちにも芽生えたようなところがあって、まあ、いろんな状況があってたと思うんですけれども、ある貧困問題というのは、年越し派遣村をピーク頂点としてちょっと下になり始めていた。でそこにまた、一昨年ですね、震災なんかがあって、まあ、当然だと思うんですけれども、とってもなかなか貧困というものは注目されづらくなったんですけれども、ただ被災者あるいは原発で避難している人たちの身に起きていることと、貧困の問題ってすごくつながっているんですね。実際その津波で流されたりだとか、あと、まあ、原発事故で避難してきたり、まあ、あと自主避難の人たちなんかもまさに生活との問題というものにすごく
ごく直面しているので、すごく貧困問題の防犯っていうのが役に立って、そういう支援活動をしてきた人たちが今被災した支援に回っていて、とってもいろんなことをしているという現実があるんですけれども、そうですね、なのである意味その派遣法が、いろんな解禁されて派遣できる種類の職業が増えることによって、非正規労働問題っていうのが深刻になっていったっていう、なんだろう、政策によって作られた働きづらさであったり、貧困であったり、働いても生活保護以下の賃金しかもらえないっていう、まあこれは個人の努力ではどうにもならずに政策によってそう作られたので、その政策を変えることとかによってしか直しようがないと思うんですね。で、まあ、景気よくなるのを待っても、まあ、有効求人割りずっと低いままですし、なかなか、そういうものには期待できないんじゃないかっていう中で、だから政治によって作られた生活の不安定さ、すぐ切られてしまうだとか、そういうものを、まあ、なんとかしてほしいということをやってきたんですけれども、まあ、今に至るまでそういう意味では法律は全く変わってないですね、はい、変わっていないので、当然その労働者保護、働く人を守るという方向での改正というのは、特にされていないので、これは解決しなくて当然というのと、あとリーマンショックからもう何年だろう、あれは2008年でもう5年ぐらいですか、5年ぐらいだと、あそこで失業した人たちがなんかどんどん、さらに大変な状況になって、その失業の期間が長引いたり、ワーキングプアの期間が長引いたりすることによって、どんどんさらに深刻な貧困状態にあるっていうのが言えますね。なので一つ去年の、象徴的な出来事としては、餓死者や孤立死の事件が、しかも家族ごとですね、姉妹2人で住んでいた人が、餓死死体で発見されたりだとか、親子3人の餓死っていうのも去年の3月埼玉で発見されました。あとシングルマザーの方と子供の、シングルマザーのお母さんが亡くなったことによって子供が、障害を持っている子供が餓死しちゃったっていう事件だとか、なんか単身の高齢者の孤独死とかだとまだこう理解があるというか、危険視される、危険視というか、あの人は孤独死してしまうんじゃないかって周りが心配したりすると思うんですけれども、去年ぐらいからはまさかこの人は家族がいるし頼れる人もいるから大丈夫だろう、同居してるしっていうような中で、餓死や孤立死が起きていて、私が把握してるだけでも20数名の人がそういう形で亡くなっていて、ある意味なので労働の問題、働きづらさの問題から本気で、ホームレス化の問題になって、まあ、去年ぐらいから本当に餓死とかがどんどん出てきているという状況かなっていう、まあ、ちょっと悪くなってるっていうことですね。そこまた特に最近のニュースで、非常に心配しているのは生活保護の引き下げということですね。本当に最後の、生活保護というのは最後のセーフティーネットなわけですけども、それを引き上げさせられてしまうということは他にもいろいろ波及する問題があるのではないかなと思うんですけど、その問題についてはお聞かせください。はい、私これ今日言ってるんですっけ、これ、はい、これが私の最新刊なんですけれども、14歳から分かる生活保護っていう、まあ、生活保護について書いたんですけれども、まさに1月27日、私誕生日なんですけども、その日に、自民党は選挙で、この前の選挙の公約で生活保護の 10% 引き下げというのを公約に掲げていたんですね。で、1月27日に、本当に生活保護費を700兆円、3年かけて削る。で、まあ、生活保護を受けている 96% の世帯に影響があって、特に子育て世帯に対しての引き下げを大幅に進めるっていう方針がもう決定されてしまって、すごく子どもの貧困っていうものに対してはこう何とかしなきゃっていう人が多いと思うのに、それから真っ向から反対するような、その子育て世帯の生活保護世帯の生活費を下げるっていうことなので、その餓死とか孤立死が続いている中ですごく逆行する考え方だなと思って、とっても驚いたんですけれども、でも、まあ、生活保護ってすぐ不正受給とか
ね、そういう不定受給してる人がいたいるから厳しくした方がいいんだとかっていう人が多いんですけれども、不定受給って何パーセントぐらいか皆さんご存知ですかね。ざっくりと印象で、テレビの印象で答えたい人いませんか。生活保護を受けてる人でどれぐらいの人が不正受給してるか。あ、私も答えた誰かに。3%。あ、すごい。額にしたら 0.4% です。あの生活保護費ので人数にしたら 1.8%。だから生活保護を受けている人の 1.8%、まあ、2% 以下が不正受給で、それを額にすると 0.4% 以下なんですけれども、そういう中には高校生のアルバイト代とかが不正受給になっちゃってるケースが多くて、それはケースワーカーが説明してないんですよね。世帯でそのお金を計算するわけだから、でその高校生の息子とか娘さんが自分の家が生活保護世帯だって知らなくて、で自分の高校遣いとか欲しいものを買うためにアルバイトして、それを申請 しなかった、収入として申告しなかったことが不正受給にカウントされているというケースがすごく多いとケースワーカーの人から聞いたので、なんかその不正受給もすごく悪意によるものではなくて、そういった制度を知らないケースワーカーの人がちょっと説明を忘れてしまっただとか、まあ、情報が行き届いていないというケースが非常に多いですねという状況なんですけれども、なんとなくメディアっていうかテレビだけを見ていると本当に半分ぐらいが不正受給で、なんか怠けて働きたくないから、そういうふうにしてるんじゃないかみたいな、そういう人がもう激増してるみたいな報道が多いんですけれども、まあ、事実は全く違って、まず4割以上が65歳以上の高齢者世帯ですね、生活を受けてる人で、まあ、だから年金の問題ですよね。で3割以上が、障害、傷病世帯、障害とか病気や怪我で働けない。でその次に、6%、7% ぐらいかな、8% 母子世帯が来るわけですよね。でその他世帯っていうのが18から64歳の稼働年齢層がその他世帯で、これがこの10年ぐらいで、まあ、倍ぐらいには増えてるんですけれども、この人たちの半分以上がやっぱ50代以上で、50代でやっぱ1回失業してしまうとなかなか仕事が見つからないっていう、まあ、そういう状況なので、こう世間で言われている若くて働けるのに怠けたくて、生活を受ける人が増えているみたいな話はもう全然、事実と違って 5.2% ですよ。あの20代は生活を受けている人だけど、7倍の自殺率なんですね。あの生活を受けている人の自殺率は普通の人の2倍の自殺率なんですけれども、20代に至っては生活保護を受けている20代の方が一般の20代より7倍自殺しているんですね。っていうそういう事実もあるというのと、あと不足率という問題で、まあ、生活保護を受けられる人がどれぐらい受けているかっていう数字があるんですけれども、まあ、すごく今生活保護が過去最高に増えて214万人戦後最高とか言われてますけれども、まあ、実際そうなんですけれども、補足率にすると2、3割で、本当に必要な人の2割か3割ぐらいしか受けられてないですねという研究結果なんです。でフランスとかだともう9割以上受けられてるし、まあ、ドイツとかでも6割以上受けられているし、まあ、でも日本の場合なかなか、まずイメージで自分が恥ずかしいとか、あと手続きをよく知らない、あるいは自分が貧困な以下の生活をしているって本人がよく分かっていないっていうのもあるんですけれども、まあ、ざっくり言うと一人世帯で月9万3000円以下だと貧困なんですね、生活費が。で、まあ、だからこの中にもいるかもしれないし、自分の周りにもいるかもしれないけれども、それがまあこの国の貧困ラインで、そういう生活をしている人が今、まあ、日本に住んでいる人の6人に1人と言われている。で貧困率が 16% で、数にすると2000万人超えてるんですね。その貧困ライン以下の生活をしている人は、で2000万人超えてる貧困の人がいるにもかかわらず214万人しか受けてないから、まあ、1割しか受けてないわけですよね。これだけを見ても補足率は、すごくざっくりした見方でも1割っていうことなので、本来は、不正受給、その 0.何%以下の不正受給に目くじらを立てるよりは、そういうことを受けられなくて本当に大変な状況だったり、それで餓死や自殺してしまったりしている人
がたくさんいるっていうことが問題だと私は思うんですけど、なかなかそういうふうには語れないし、ただなんか自分のお葬式代を貯めておきたい、自分のお葬式は自分で出したいという気持ちから、お葬式代、例えば100万貯金をしているから、でそれは全部お葬式に使って決めてるんだけど、その100万があるために生活保護を受けられない人とかすごいたくさんいるんですね。そのなんとかこう自分の尊厳として葬式は自分で出す、でも、ね、生活保護を受けてってのお葬式って福祉葬とかやってかなりその簡略化されていて、見るのない人だと何のためみたいな、そういう状況もたくさんあるらしいので、なんかそういうお葬式以外のために生活保護を受けられない人だとか、あと本当に過疎地とかに住んでるけどその車があったり資産があると見なされて受けられないだとか、なんかいろんなそういう条件が厳しくて受けられないという人もたくさんいるっていう、まあ、そんな状況なんですけれども、まあ、なので結局、受けられるべき人も満足に受けられていなくて、普通に役所に申請しに行っても生活保護を受けたいと言っても、まあ、普通に一人で行けば大体お返されるんですね、まあ、いい福祉事務所だったら通るんですけれども、で支援者が行けば通るみたいな、そういうのが通っている中で、なんだろう、それですごく運用を厳しくして、引き下げをするっていうのはまた新たな餓死者とか孤立死だとか自殺の問題につながっていくんじゃないかなと思って、私この本でも、取材してるんですけれども、その札幌で去年の1月にその40代の姉妹が餓死と、まあ、病死で発見されるんですけれども、その妹さんが知的障害でお姉さんが、働いてたんですけど体調悪くて働けなくなっちゃって、でそのうちにどんどん生活が困窮していって3回福祉事務所に行くんですけれども、3回とももっと頑張って仕事を探しなさいとか、あとあなたは家賃が高いから生活保護を受けられないとかわけのわからないことを言われて、確かに保護基準より3000上回る家賃だったんですけれども、だからといって生活保護を受けられないことはないですね。ちゃんと転宅費を福祉事務所が出してもらって引っ越しすればいいだけの話なんですけれども、引っ越さないと受けられないみたいなことを言われてしまうので、そんな生活保護申請行ってる段階で引っ越しなんかあるはずないのに、でも、家賃滞納してライフライン滞納して、保険証もない状態で病院にも行けない状態なのにも3回とも追い返して、2回目なんてもうパンの缶詰を渡してるんですね。でパンの缶詰を渡してるって、なんで渡してるかって、もう食料がなくてこの人たち餓死しちゃうだろうって役所の人も分かってるから、パンの缶詰を、2人で1週間14缶だから1人1日パン1缶パンの缶詰1つで暮らせっていうのを思ったらおかしいと思うんですけれども、まずそれぐらい困窮してるって役所も分かっていて、食料まで渡してくれるけど生活保護の申請をさせずに、それからそれが2度目なんですけど、それから3度目に、もっとまた困窮した状態で来るけれども、結局また追い返されてしまって、その半年後に遺体で発見されるんですね。まずお姉さんが亡くなって、で次に知的障害のある妹が、札幌なんですけれども、札幌の今頃の季節、まず亡くなったのは1月12月から1月にかけてなんですけれども、その中で電気とかガスが止まってしまって、だから家の中で投資するんですよね。北海道、私も北海道出身なんですけれども、北海道で本当に暖房ないと普通に部屋の中でも死ぬので、まあ、そういう形で、生活保護の水際作戦っていうんですけれども、そういうので、まさに去年そういう女性が亡くなっていたり、まあ、全国でそういうのが本当に多くて、北九州でも2007年から3年連続で餓死や自殺が出て、それも生活保護の水際作戦で、そういう事件があったんですけれども、この前財務省の参与にそういうことをやってきた元北九州の市長が就任したんですよ。だからなんかすごいびっくりしました。世間交代があるとこういう露骨なことが行われるんだなと思って、まさにその生活保護の締め切りっていうのが進んでたのと同時進行の時に生活保護を締め付けることによって、まあ、すごく財源は良くしたんですよね。だから良くしたというか、だからノルマを課して数値目標を課して、どんどん生活保護の人を少なくしていきましょうっていう、そういう数値目標を作ってやったもんだから、どんどんそういうノルマができると、人を
生活保護から抜けさせなくちゃいけないので、それで、どんどん抜けさせていたらやっぱりガーシー自殺っていう事件が起きて、それがすごく大きな問題になってというのが2007、8年ぐらいに起きた北九州での悲劇なんですけれども、そういうことを進めていた市長が、ね、先月とかに財務省参与に、まあ、70代ぐらいなんですけれどもなるってなんかすごい私にとってはすごい象徴的な出来事でしたね。ただその北九州の方でも炭鉱の閉山とかで生活保護受給者が増えて失業者が増えて生活保護受給者が増えてそれで、そのお金が膨大になって、大変だから切れっていう通知が少なくしろっていう、まあ、命令みたいなものが厚生労働省から出てそれで、減らされたんですね。なのでこれってすごい今後原発の問題とも絡んでくると思います。で炭鉱の閉山ってもう何十年も前ですけれどもだから何十年後に今の原発問題で、雇用がなくなっただとかそういう問題が、必ず生活保護だとかそう貧困の問題に来るけれどもすごい時差があるのでなかなか気づかれないようなこともあると思うんですけれども結局私は2007年のその餓死なんかを見ていてその何十年前の炭鉱の閉山というのが今頃に来るんだっていうのがすごくびっくりしましたね。あとその札幌の姉妹のお父さんも炭鉱で働いていたんですね。それで病気で亡くなっちゃうんですけれどもなのですごい日本の産業政策の問題では産業構造が変わるときにいろんな手当てというかフォローをしないと、もう後々まで餓死者が出るような状況が作られているんだなっていうのは今回の事件から、ある意味学んだことですね。まあ、そんなそうですねだから今年の去年の5月のお笑い芸人の人が、はい、河本さんがすごい発信されたっていう事件があってなんかその頃からも全部なんか今に至るまでなんか台本ができてたようなそんなイメージを受けるほどに順調ある意味削りたい側の動きとしては順調に進みますね。自民党生活保護プロジェクトチームっていうのが4月にいろいろな提言を出してそこに書いてたことを今もう本当にすごい勢いで着々と進めようとしていてそれが去年の4月なんですけど5月に河本さんの事件が出てきてという形でなんかすごくつながっているんですね。でそういう本当は、不正受給なんてごくごく一部なのになんとなく生活保護イコール悪みたいなものが、植え付けられることによってすごく世論的に下げやすくなってしまう状況が、まあ、完璧にある意味作られてしまったなと思って、これ80年代にもこんなことがあって札幌でも26年前に餓死事件が起きてるんですね。シングルマザーのその時も暴力団の不正受給事件がきっかけですごいメディアでバッシングがあってなんか暴力団の人がまあ、その人は完璧に不正受給だったらしく家建てちゃったんですね。生活保護受給のお金で、でまあ一人が建て一人が家建てだっていう、まあ、悪い人がいたっていうだけなんですけれども、それでまあ大バッシングが80年代ぐらいに始まって、それによって厚労省が1235通知っていう通知を出すんですよ。これはもう生活保護の審査をもっと厳しくしろっていう通知ですね。これによって水際作戦っていう それまではそんなに厳しくなかったのに。すごい審査だとかあと追い返しだとかそういうことが始まって、で全国で水際作戦という言葉が生まれて、というか副事務所がそういう状況になってで そういう水際作戦が厳しくなったことによって26年前85年なんですけれども85年シグルマザの餓死事件というのが起こるんですね。だから一つの、不正受給なり一つのなんか象徴的な事件がメディアで騒がれることによって全体が厳しく、まあ、それをすごい利用するような形で厚労省が、厳しい通達なんかを出してでそれによって餓死者が生まれるっていうのが、25年前まさに白石区っていうその今回の去年の餓死事件と同じところで起きているのにで今年今に至る流れもなんかそういうメディアのバッシングの流れだとか、で実際餓死が出てることだとかで本当にバッシングを流する形で戦後最大の引き下げですよがでもそんなに問題にもならずに、議論にもならずに進んでしまったっていうのはすごいなんか同じことを繰り返している気がして結局だからこの先に予想されるのはもっと餓死者だとか水際作戦での自殺者が出ることなんじゃないかなっていうのをすごい危惧してますね。